江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回もですね、ケイクの小さなニュースの詰め合わせミニニュースのコーナーやっていきたいと思います。今回はですね、前半はいい話、後半はちょっとぬかつく話、なのでね、メリハリ持ってやっていきたいと思います。まず前半こちら、日韓戦で日本勝利でございます。おめでとうございます。はい、男ジュニアハンドボール日本戦の敗北ということでね、アジアジュニア選手権準優勝、韓国が準優勝でございます。日本が優勝でございます。おめでとうございます。ちょっと何だということでね、ちょっと見てきて、ほら写真これね、あ、それこれ韓国か。はい、男子ジュニアハンドボール代表チームが第18回アジアジュニア選手権大会決勝で日本に敗北で準優勝にとどまったよということですね。韓国は26日ヨルダンアンマンで開かれた日本との大会決勝戦で27対32で敗北したと。2018年大会優勝国の韓国は組別予選以後決勝で日本と再会して雪辱に出たが、今回も捕まらなかったよということですね。はい、まあね、景気のいい話題ですね。じゃあ次行きたいと思います。次はね、サッカーの話題なんですけど、こちらヒディングさん、2002年のワールドカップの時サッカー協会と不和だったと、おすすめ選手リストを拒否しましたよというね、暴露が出たんですよ。はい、ちょっと見ていきましょう。2002年国際サッカー連盟韓日ワールドカップ当時4強進出という奇跡を作った、ヒディング元大韓民国サッカー国家代表チーム監督が、当時大韓サッカー協会と不和があったと告白したと。まあだろうなと、だろうなと、ヒディングさんも大変でしたということですね。でこの日ヒディング元監督は2002 FIFA 日韓ワールドカップを控えて KFA と神経戦を経験したと明らかにした。彼は KFA が評価前の名簿発表を控えて推薦選手名簿を送ってきたと、監督のいう意見とか聞かずに送ってきたわけですよ。私たちは私たちだけの名簿があると断ったと打ち明けたということなんですね。で続いて、時々私たちはお互いの不和があったと付け加えた。また当時韓国サッカーには位牌秩序、これ年功序列のことじゃないかな、という特徴があったとし、年齢の多い選手が若い選手がどうすべきか決定権を持っていた、これは非常に非効率である可能性があると思い出したと。彼は試合中に良い機会があった時、チャンスだね、チャンスがあった時、年齢の若い選手が先輩にボールを渡す状況も目撃したとし、非効率的である可能性のあるルールを直していかなければならなかったと説明したということでね、大変だったんですね。はい、こんな感じでね、暴露がありましたよと。はい、じゃあ次ね、次はですね、小さな話なんですけれども、こちら、韓国のこのブアンっていうところと、佐賀定期路線がですね、開設がキャンセルされたと。珍しいでしょこんな話題。日韓路線がキャンセルされたという話題なんですよ。でこれがですね、佐賀の方の、事情らしいんですけれども、ちょっと見ていきましょう。武安国際空港と日本佐賀県を行き来した定期路線が現地の空港事情にして開設できずキャンセルされたと。全羅南道と韓国空港公社は今年5月から10月まで週3回運航する予定だったチェジュ航空の武安佐賀国際線新規就航計画が、給油は整備など地上操業支援ができない日本現地空港の事情で無参加されたと明らかにしたということなんですね。はい、ということでね、珍しいですね。それではですね、ここからムカつくニュースいきたいと思います。こちら、竹島のアシカ撲滅は日本のせい、
韓国首相に領土官がパネル展示で、まあ、ファクトをですね突きつけて、不法占拠の直後に数百頭というねタイトルなんですけども、韓国が不法占拠する竹島をめぐり、領土主権展示官が1954年の武力占拠直後に数百頭の日本アシカの生息が確認されていたことを示す韓国側の記録をパネル展示していると。韓国がアシカ撲滅は日本のせいって言うんだけど、韓国の資料にアシカがいっぱいいたよねっていうことですね。日本アシカは75年を最後に目撃情報が途絶えており、韓国側では日本人による無差別な乱獲で絶滅に追い込まれたという主張があるということで、パネルはこうした主張に対し、なぜ日本アシカが姿を消したのか、冷静で学術的な議論が必要だと指摘するということね。じゃあ誰がそんなこと言ってんのかと。戦後韓国は54年、竹島に沿岸警備隊を常駐させると、まあいろいろあったわけですよ。その時のあの海上自衛隊のあの前の組織がね撃たれたりしましたけどね、あの船がね撃たれたりしたんですよね。75年に道東で2頭が確認されたのを最後に目撃事例が途絶えており、韓国の不法占拠が続く中絶滅したと見られるということね。で一方韓国では戦前の日本の乱獲で絶滅したなどと唱えられていると、慶尚北道徳島資料研究会は2014年徳島のアシカを撲滅させない日本だと主張したという。何ですかこの研究会、なんかのサークルですか。はい、ということでね、まあこんなのにいちいち対応しなきゃいけないんですよね。余計な仕事増やせないよって感じですよ。ちゃんとファクトも見ずにですね、そういう風にファビるんですな。はい、じゃあ次はねもうちょっと大きい話なんですけども、こちら、佐渡金山の話ですね。佐渡金山日韓暫定合意しましたということで、でまあ合意したんだら合意したでいいんですけど、その内容がねちょっとっていう感じなんですよね。日本、朝鮮人労役の歴史知らせる措置すでに講じるということでね、これ韓国のね中央日報が日本語に訳して出しているんですけども、ここでまあ気になったのはですね、まあ別に合意したんだら合意したで構わないですけど、合意の内容は気になるんですけど、これは何を引用してるかというと朝日新聞を引用してるんですよ。26日朝鮮人強制徴用の歴史事実を含む全体の歴史を現場で展示することで日韓両国が合意したと報じたということでね。おいちょっと待てと、おいちょっと待てと、ちょっと整理しましょう。担当の人たちが働いていました、これは丸だよね。半島の人が、徴用されました、これは×だよ。で、半島の人が強制的に徴用されてました、これも×ですよ。じゃあちょっと待って待って、皆さんもねすぐ赤日って言うけど、じゃあちゃんと赤日がどういうふうに報じてるかっていうのをちょっと見ていきましょう。こちらでございます。はい、佐渡金山現場展示で日韓合意、世界遺産委員会で朝鮮人労働の歴史表明へというタイトルなんです。これ労働なんですよ、労働。おう、 OK OK。 朝日新聞は労働って言ってるんですよ。でこれ有料記事なんですけど、実は有料部分をもうネットにさらされてまして、ちょっと重要なところだけ、韓国側が訴える労働の強制性をどのように表現するかは両政府内で詰めの調整が続いているということでね。やっぱりあのこの強制性って言ったところはやっぱりあれなんですよ、まだ話ついてないわけですよ。もうこんなの認められないですよ、認められないよ。でだから朝日は別にこれを強制徴用とは言って一言も言ってないわけですよ。あの中身の文章にはちょっとあったりしますけど、これはあくまでなんか韓国側の意見でっていうところであの書いてるだけなんで、別にそれは朝日の意見でも日本の立場でも全然ないんですよ。嘘をついてんのはこいつなんですよ、こいつほらね。そう、別に私は朝日を弁護するわけではないですけど、事実を淡々とお伝えしてるだけですよ。じゃあ韓国側ではどういう報道されているのかと言いますと、まあこれはちょっとちゃんと言いましょうね。
外務省は明日ユネスコ世界遺産委員会で登録の可否が決定される予定の日本の佐渡鉱山に関して、韓国と日本が鉱山の全歴史を反映して現地に展示することで大まかに合意したと明らかにした。外務省、これは渓谷の外務省かな。関係者は日本が韓国人労働者を含む全歴史を反映することを約束し、いくつかの措置をすでに取ったと述べた。ここも労働者になってるんですよね。で、日韓間で最後の合意が進行していると明らかにしたと。で、2015年の軍艦島の世界遺産登録時とは異なり、履行の約束だけではなく具体的な計画と実質的な措置を得たと付け加えたと。で、これに先立ち日本の朝日新聞は、日本政府が佐渡鉱山に関連し、朝鮮人労働者を含む強制労働の歴史を現地展示に記録することで韓国政府と合意したと報じたということね。まあ、ここもちょっと嘘ついてるんですけど、朝日は別にそんなことは言ってないんですよ。佐渡鉱山の世界遺産登録の可否は明日インドのニューデリーで開かれる、まあ、委員会で決定されるということね。これまた問題になりそうな気がしますけどね。渓谷さんでは強制労働の歴史をっていうふうに言っちゃってるからね。で、中央日報も言っちゃってるでしょ。朝日はそんなこと言ってないわけですよ。ということでね、これもまたなんかちょっと禍根を残すようなね感じになりそうな気もしますけどね。どう、じゃあ結局これがどういうふうな合意を得たのかっていう内容はですね、まだちょっと出てこないです。はい、また今度ね出てきたらご紹介したいと思います。それではですね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。